どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。皆様に一つ質問させていただけたらと思うんですけども、このゲームにおいて最も継承するのがもったいない武将って誰やと思いますかね？で、この質問の答えっていうのはですね、人によって違うんじゃないかと思うんですけども、考えるポイントっていうのが2つありまして、一つはその武将が非常に戦場でですね活躍するから継承するのがもったいないっていうケースがあります。で、もう一つがですね、その継承した結果得られる戦法があまりにも使えないから継承するのがもったいないっていうケースですね。それやったらですね、武将が使えなかったとしてもですね、何かこう覚醒とか兵法書の解放の餌にした方がいいという意味でですね、継承戦法にするのはもったいないというケースもあると思います。で、この2つのポイントをですね考えつつですね、僕が特にこの継承するのがもったいないと思っている部署っていうのが3人いたわけなんですね。一応これ過去形になってるわけなんですけども、はい、まず1人目がですね曹操ということになってますね。この部署はですねガチャの低排出枠ということになってますので、なかなか引くことができないということに加えてですね、ピックアップガチャのラインナップに並ぶこともないということになってますので、引けないとなるととことん引けない武将ということで希少なわけなんですけども、その強さたるやですね、技の編成を組もうと思ったら、その耐久型、万能型、速攻型、どういった部隊にでもですねこの曹操を入れることによってですね、その部隊が飛躍的に強くなるということでですね、いらんという方はですねいないんじゃないかっていうぐらいですね非常に有能な武将ということになってるわけなんですね。で、さらにですね継承戦法を見ますと、夢中シーシンとありますね。こちらの戦法を有効的に使ってる人っていうのを僕はほとんど見たことがないんですよね。で、その内容というのがですね、自身が主将の場合、戦闘開始後2ターンの間副将をランダムに選択して被ダメージを 40% 肩代わりさせるということが書いてますね。なんでこちらはですね、主将で使うことしかできない戦法というのがこの文面からは読み取れるわけなんですけども、副将をランダムに選択して被ダメージを 40% 肩代わりさせる、つまりはですね曹操を長生きさせるための戦法みたいな感じで受け取れますよね。で、曹操というのはですね周りの武将をサポートしてこそですねこのゲームでは生きるということになってますので、やってることがまるで逆ということになってるわけなんですね。で、曹操自体非常に硬いので、曹操がダメージを引き受けつつ他の武将が活躍するみたいなのが理想の展開になるんですけども、この戦法はそれを完全に足引っ張る形の内容になってしまってるということですね。で、3ターン目以降、行動時に弱体状態の場合、戦闘終了まで 50% の確率で反撃状態になるということが書かれてますけども、これはですね、おそらくなんですけども、この曹操が行動時にということだと思うんですよね。なんで曹操にアタッカーとしての役割も担ってもらおうみたいな内容になってるわけなんですけども、これも合ってないと思いますね。特にこう曹操はダメージを与えなくてもいいので、周りの武将にダメージを与えてもらうと。さらにこう周りの武将にバフがもうすでにかかってる状態なんですけど、曹操自身にはバフはかかってなくて、この攻撃ということだったら、まあ、あまり意味がないということになってしまうわけなんですね。で、もちろんですね、ちょっとこの文面通りの内容でないことっていうのがですね、このゲームは多々あって、実際使ってみないとわからないんですけど、あまりにも継承するのがもったいなくてですね、僕はこの戦法を手に入れてないので、ひょっとしたら解釈が違うところはあるかもしれないですね。まあこの反撃状態になるのが、その肩代わりさせた武将であったりだとかっていうことも考えられるんですけど、仮にそうだったとしても使えないというには変わりないということになってると思います。なんで、先ほど説明した曹操の希少さ、あと有能さ、プラスアルファ継承戦法のしょぼさということでですね、この武将を継承するのは本当にもったいないというふうに僕は考えております。で、もう一人が諸葛亮ですね。こちらの武将もですね、曹操同様ですね、低排出枠ということになってますし、ピックアップのラインナップには並ばないという武将でですね、非常に希少っていうのがあります。でですね、さらにですね、継承戦法もですね、あまり強くなくてですね、絶戦軍需とありますね、敵軍全体のアクティブ戦法発動時、25% の確率で発動率を 5% 減らしということが書いてます。これはですね、確率が相当低いですよね。たった 5% しか減らないわけなんですよ。まあ、知力の影響を受けるので、もうちょっと増えるかもしれないんですけど、倍にはならんのじゃないかと思います。でですね、25% の確率でということでですね、これもですね、発動するかどうかっていうのがですね、もう4回に1回ということで非常に少ないかなと、戦闘1回につき、そうですね、2回発動すりゃ十分かなっていうレベルでですね、低いということになってます。で、自身及び選択した友軍のアクティブ戦法発動率を 4% 増やす、1ターンに属するということが書いてますよね。
なんでこれはですね、もう単純にもう内容がしょぼいということですよ。チグハグとかそういうことではなくて、もうちょっとこの数字が高ければ使えるかもしれないんですけども、あまりにも低いということで、現状使えるような見込みがないということでですね、まあその覚えさせてる編成にあったことがないというわけではないんですけども、その諸葛亮という非常に貴重な、さらに有能な武将をですね、餌にしてまで入手する戦法ではないと個人的には思ってると。なんで、継承するのは非常にもったいない武将ということで考えております。で最後劉備ですね。こちらもですね、曹操と諸葛亮と合わせてですね、その低輩出でランクアップ、失礼、ピックアップにラインナップされない武将ということで、希少ということもありますし、でまた継承戦法ですね、こちら義心勝烈とありますけども、戦闘中回復された目標のアクティブ戦法の被ダメージを 14% 減らす、かっこ知力の影響を受ける一旦持続すると。で自身の兵力が戦闘中初めて 40% 未満になった時、自軍全体が被ダメージの 50% 分担する、一旦持続するということでですね、そのアクティブ戦法のダメージしか減らせない上に、その 50% ダメージを自軍全体が分配するっていうのも、これよくわからないっていうことでですね、これもあまり使われてない戦法ということになってたと思うんですよね。で僕自身ですね、劉備は被ってたんですけども、この戦法を入手することはなかったですし、その内容を読んでもピンとくるところがなかったので、曹操諸葛亮同様にですね、その継承戦法3馬かって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、もったいない武将3選ということでですね、曹操諸葛亮劉備、この3人を挙げさせていただけたらなと思ってたんですけども、ちょっと前置きめちゃめちゃ長くなってしまいましたが、この義心勝烈、もしかしたらかなり可能性を秘めている戦法かもしれないということをですね、ちょっと今回、シーズン6を戦っている間にですね、いろんな方と対戦していく上でですね、ちょっと発見しましたので、その根拠というのをですね、まず説明していきたいと思います。で先ほどこの継承戦法の内容で説明させていただいたんですけども、戦闘中回復された目標のアクティブ戦法の被ダメージを 14% 減らすということが書いてますよね。なんでその武将がですね、一回回復してもらわないと、この義心勝烈のアクティブ戦法の被ダメージ減という恩恵は受けられないということになるわけなんですね。まあその劉備自体がですね、回復戦法を積んでるので、劉備に覚えさせるとなったらですね、合ってるということにはなるかもしれないんですけども、その劉備に必ずしも覚えさせる必要はない戦法ということにもなってますよね。継承戦法なので誰にでも覚えさせられるということになってるわけで、でですね、こういったその回復された目標をっていう縛りですね、これを達成できる武将がいたらですね、もしかしたら可能性が出てくるっていうことにつながるんじゃないかと思うんですけども、非常にぴったりな武将がいますんで、そちらを今から紹介したいと思います。それはこちら、サジということになってるわけなんですね。もちろん劉備に覚えさせるのも悪くないかなとは思うんですけども、劉備はですね、毎ターンですね、味方の武将2人を回復するっていうことになってるわけなんですね。ただこちらサジに関してはですね、禁ターン秘術、こちらはですね、3ターン目以降さらに休養状態にすると、で3ターン持続するということが書いてますよね。なんで3ターン目、4ターン目、5ターン目に関してはですね、その武将含んでる武将全員がですね、必ず回復を1回受けるということになるわけなんですね。でですね、先ほど見ていただいた義心勝烈の、縛りとしてですね、回復が付与された時にアクティブ戦法の被ダメージを減らすという縛りがあったわけなんですけども、このサジを使うことによってですね、その縛りっていうのをですね、簡単に達成することができると。なんでつまりですね、この3ターン目から5ターン目に関してはですね、アクティブ戦法の被ダメージが大幅に減った状態、しかもそれ全員です、あの編成の武将全員がですね、アクティブ戦法のダメージを減らした状態で戦えるということになりますので、これはしかもそのでバフの割合っていうのもかなりでかくなってますんでね、ダメージを相当抑えられるんじゃないかということで期待できるということなんですね。でさらにですね、自身の兵力が初めて、戦闘中初めて 40% 未満になった時ですね、自軍全体が被ダメージの 50% 分担するということが書いてますけども、これがまたどういうことなのかみたいなこともですね、今から合わせてですね、説明していきたいと思うんですけども、戦法があるんでね、そちらをご覧になっていただくと一番わかりやすいんじゃないかと思います。まずはですね、一つ目に説明させていただいたその回復効果を得た時にですね、アクティブ戦法の、ね、ダメージを減らすという効果というのをですね、文面で見ていきたいんですけど、こちら3ターン目ですね、聴覚は禁断秘術による休養効果を実行と、で聴覚が兵力を500を回復ということが書いてますね。
でちょっと下に行って聴覚がアクティブ戦法ダメージ減少を受ける効果付与されたと書いてますけども、これがですね疑心症列の効果ということになってます。でこれ以降ですね受けるアクティブ戦法のダメージっていうのを見ていきたいんですけど、こちら4ターン目でですね艦が外命転火を発動してますね。ということはですね、その疑心症列がかかってる武将すべてにですねアクティブ戦法のダメージが付与されるわけなんですけども、聴覚は艦の雷鳴転火のダメージの273を損失とありますが、その上にですね被ダメージが 23.62% 低下ということが書いてますよね。この数字はかなり大きいんじゃないかと思います。でさらにですね下行ってですね雨穴とかサジですねに関してもですね同じように 23.62% 低下しているということなんで、これ全員がですねアクティブダメージ、アクティブ戦法のダメージを減らしているということになっているわけですね。で次カオの行動の後にですね聴覚が行動を開始してるわけなんですけども、こちら見ますとですね、聴覚のアクティブ戦法ダメージ減少を受ける効果消失ということが書いてますね。これは疑心症列が一旦持続ということなんで、一旦持続した後にですね消失しましたよということが書かれてます。で聴覚は近代秘術による休養効果を実行、兵力245を回復とありますね。これはですね八サジの固有戦法によって回復効果がもたらされたということですね。これによってですねさらに、アクティブ戦法ダメージ減少を受ける効果が付与されたということですね。効果消失された後にですねすぐまた効果が付与されるということになってますので、その3から5ターン目の間って言ったらいいんですかね、もしかしたら6ターン目の最初にも差し掛かるかなと思うんですけども、このアクティブ戦法ダメージ減少効果っていうのをですねずっと受け続けられる、しかも、生き残ってる武将全員がということになるわけですね。これはもしかしたら相手がアクティブ戦法主体の部隊であったとしたらですねかなり強いんじゃないかと思われるということですね。そしたらこちら見ていただけたらと思うんですけども、サジは疑心症列による分担効果を実行とありますね。これは、サジの兵力っていうのが 40% 以下になったので発動したというふうに思われるわけなんですけども、これでですね本来サジが受けるダメージっていうのはですね406だったわけなんですけど、それが203になり、で、聴覚雨穴にですね100人ずつ分担されたということになってるわけなんですね。なんでサジっていうのが、途中で死んでしまうことを防いでくれるということになってるわけなんですね。まあサジに限らずこう覚えてる武将がっていうことにはなるわけなんですけども、そうすることによってですね例えばまあ、サジが喀骨領毒なんかを覚えてたとしたらですね、サジが早々に死んでしまうと回復薬がいなくなってなし崩しにですねその部隊っていうのがですね壊滅してしまうみたいなことになると思うんですけども、そういうことがなくなるということですね。結局怖いのはその武将が抜かれてしまうことですね。首相抜かれたら壊滅になりますし、他の副将に関してもですねこう括弧撃破されるのがこのゲームでは痛いということになると思うんですけども、このサジがいるとそういうことになりにくいということですね。でまあその分ですね首相なんかの兵力っていうのも減ってしまうわけなんですけども、もし仮に鎖骨領毒なんかを持ってたとしたらですね、言ったらその回復っていうのが一番兵力減ってる武将に向くということになりますので、ウィークポイントっていうのをですね埋めてくれるっていうことになりますし、またですね操船作戦なんかを覚えさせてるとですね、このダメージをこう全体が受けた時にですね各その武将でですね割合で回復してくれるっていうことにもなると思いますので、その言ったらダメージ分担っていう効果っていうのはですねそう悪いものではないんじゃないかと個人的には考えてるわけです。ということでですね、今回はですね、この疑心症列という戦法がですね、耐久型の編成に組み込むにはかなり使えるんじゃないかと思って動画にしてるわけなんですけども、ただちょっと問題点といたしましては、このアクティブ戦法の被ダメージしか減らしてくれないっていうことになりますよね。なんで、艦遊機のようにダメージソースっていうのが全て突撃戦法みたいな部隊にはですね、あまり意味をなさないということになってますし、その耐久型の編成の良さって言うたらですね、そういった速攻型の火力が非常に高い部隊を止めることができるっていうことになってますので、そこら辺コンセプトと外れてしまうんじゃないかというところがあるということですね。まあそのゴキバーなんかだと、両党に戦軍一掃とか餓神昇誕とか覚えさせてるパターンもありますので、それらのダメージっていうのをですね、割合削減できるということを考えるとですね、まあ使えんことはないかなとは思うんですけどね。ただその分ですね、その万能型とかの編成になってきたらですね、アクティブ戦法に頼ってるような部隊も多いと思うんですよね。まあ例えば、陸曹槍とかやったらですね、陸曹の固有戦法がアクティブ戦法ですし、麒麟弓なんかのメインアタッカーの砲塔に関してもアクティブ戦法が一応そのメインアタックということになってますので、そういったのに対応するのには
悪くないかなと思います。でさらにですね、その耐久型の戦法って結構足りないんですよね。複数組もうと思ったら特になんですけども、結構その万能型にもイブ軍民とか取られちゃうんですよね。なんでこう魚的兵将とか残匹騎砲とかで代用するわけなんですけども、こういった戦法って耐久型の編成以外でもですね、やっぱりこの組み込みたいっていうのが非常にありますので、結局足りなくなってくるということなんですよ。なんでその足りなくなった時にですね、その穴埋めとしてこの疑心勝列ですねを使うということになればですね、割とその個人的な感覚ではあるんですけども、魚的兵将ぐらいの効果にはなるんじゃないかというふうに思ってるわけなんですね。なんで、もし劉備がね、被ってて使ってないとかいう方はですね、この疑心勝列入手してですね、そのあらゆる編成に組み込んでみるっていうのも割とありなんじゃないかということでですね、今回動画で紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。